トランスワールド航空840便ハイジャック事件は、1969年8月29日に発生したハイジャック事件である。ライラ・カリド1969年8月、パレスチナ解放人民戦線は、イスラエルのイツハク・ラビンがトランスワールド航空の840便に搭乗するという情報をつかんだ。29日、2人のハイジャック実行犯は、ハイジャックを決行。しかしラビンは搭乗していなかった。ライラは840便の航路を変えさせ、シリアのダマスカス国際空港に着陸させた。乗客、乗員127名のうち、イスラエル人の2名を除く全員がそこで解放された。爆破後の機首部分、トランスワールド航空840便の機首部分は爆破された。同年12月、イスラエルは捕虜にしていたシリア人、エジプト人の71人の兵士の釈放と交換で2名の人質を解放させた。このトランスワールド航空840便に対するハイジャックの成功で、ライラ・カリドは美人革命家として世界的に有名になる。そしてライラは翌年には PFLP 旅客機同時ハイジャック事件にも実行犯の一人として登場することになる。トランスワールド航空840便は修理され、再び就航した後にパンアメリカン航空に売却された。1980年にアメリカ空軍のデビスモンサン空軍基地に移され、KC-135 輸送機の予備機となった。トランスワールド航空840便の名がついたテロ事件はもう一つある。1986年4月2日、ローマからアテネに飛行中だったトランスワールド航空840便はギリシアのアルゴス上空で爆弾が爆発、爆風で4人の乗客が機外に投げ出された。コックピットは爆発で損傷、急速な機内の減圧で5人の乗客も負傷した。840便は緊急着陸し、それ以上の犠牲者は避けられた。機外へ放り出された4人はすべて遺体となって発見された。アラブ革命細胞という組織がシドラワン事件に対する報復であるという犯行声明を出した。プラスチック爆弾は座席のクッションに忍ばせてあり、アブ・ニダルグループのレバノン人女性が乗客として持ち込んだとして逮捕された。ありがとうございます。